あまりにも多くの死を止められなかった。最悪の気分だ。もっと何かできたんじゃないか。そんなことばかり考えてしまう。今のトゥサンには君主はいない。いや、正確には混沌と絶望が国を支配している。公爵は人々の愛を一身に受けていた。今やボークレール中が泣いている。感情が爆発しているようだな。これまで臣民たちは君主を見習っていたわけか。なんだその皮肉は。お前も彼女のことは好きだったろう。ああ、そして彼女の死を心から嘆いてる。俺もだ。なら飲もう。シアンナのあの不屈の精神は認めざるを得ないだろう。もちろん認める。ただし彼女の場合はもう少しだけ理性的に考えて、時には自身の行動の正当性について顧みられたら素晴らしかったのだがな。そうだな。自家製酒の味はどうだ。強すぎないか。ちょうどいい。この土地で取れる上質のマンドラゴラのおかげだな。アルラウナ・ディアボリス種だ。この辺りの火山バイドで育つ開墾は風味も独特な上に非常に珍しい特徴的な焦げ茶色を呈するんだ。そりゃ素晴らしい。俺にわかるのはこの酒が絶品だということだけだ。そうだとも。この先の酒造りのために根をいくらか貯蔵しておこう。収穫を手伝うか。お前が行きたいなら乗ろう。ただ忘れてないか、この種のマンドラゴラの根は毒性が強い。ウィッチャーですら耐えられないほどだ。心配するな。錬金術師として安全と衛生は常に考えている。ほら、この手袋とマスクをつけろ。それがあれば何の危険もないぞ。ありがたいな。さてと、行くか。美しい月明かりだな。ああ、夢見心地だ。何を考えているか当ててやろう。サキュバスの胸だ。かけてもいい。さて、あのコウモリ男はどこ行った。後を追うのは難しいぞ。あいつは何と言っても吸血鬼だしな。レジース、くそ、どこ行ったんだ。お前は吸血鬼。ブルクサはお前を裏切り者と呼んでいたな。ああ、吸血鬼における仲間の基準は単純だ。ただ一点、あらゆる条件や状況に関係なく味方かどうかのみで判断される。味方でなければ見逃してくれないわけか。そうだ、幸運にも別の掟もある。暗黙の了解に近いものだが、そちらも単純だ。短く言うなら、視界に入らなければ気にしないというところだな。故に私はトゥサンを離れる。未来永劫戻っては来ない。
理解したよ。さて、私の野営地に行こうか。何か飲みたくてたまらない。究極の方向だな。はじめは優しく、徐々に強く、最後は強烈に主張する。そう思わないか。それが分かるほど舌が肥えてない。それなら少し勉強を始めた方がいいな。コルボビアンコのブドウ園を手に入れたんだろう。ところでお前に贈り物がある。ナイトテーブルの上に置いておいた。うん、ありがとう。何をくれたんだ。つまらないものさ。しかし変異誘発剤がいるときに役に立つ。さて、ちょうど話題に上ったから聞くが、ブドウ園をどうするつもりなんだ。剣を置いてブドウの栽培を始めるのか。そうだな、今はまだわからない。いつかはブドウ栽培の日々に惹かれるかもしれん。それともずっと放浪を続け、旅の途中道端で地面に敷いた毛布に寝転び星を眺める日々かもしれない。なんだか詩人のように話すじゃないか。お前の言葉からダンディリオンのやつを思い出したぞ。あの夜を思い出すな。ここからそれほど遠くない洞窟の中で、外は猛烈に吹雪いていた。覚えてるか。当然だ。ビルジフォルツからシリを助ける途中だった。ビルジフォルツの件はあまり思い出したくないがな。初めてボークレールに滞在した時は今回よりずっと穏やかだった。あの頃はまるでおとぎ話が現実になったような国だったな。地下室が小さくてワインが入りきらないという問題はあったが。似てくれはな、ゲラルト。マミウンやドップラーと同じで、似てくれは変えられる。それでビルジフォルツはどうなったの。倒した。もちろん簡単ではなかったがな。お前は行くあてはあるのか。遠くへ行かないとな。南へ行こうと思ってる。ニルフガードへか。行けないか。ニルフガードは近代的な社会だ。もう誰も吸血鬼の存在を信じていない。見つかりたくないと思う奴にはそれだけでもいい話だろう。うん、面白い考え方だ。ああ、なんだか動きたくないな。もう少し休んでいかないか。そうしよう。私たちは多くの重大で深刻な局面を見て、時には巻き込まれてここにたどり着いた。この騒ぎの後だ。少しは休息が必要だな。その通りだ。